皆さんこんばんは、プロレス王子の三本です。前々回あの愛の貧乏脱出大作戦の茨城県水戸市の喫茶トリームの映像をご覧になったと思います。あれは2019年の3月に現地で行って調査したものですが、今回はね、最新情報をお届けします。それは実際にあの時捜査が難航し大した情報は得れませんでしたが、今回はね、なんとその番組視聴者でありながら茨城県日立市在住の方で、実際に喫茶トリームに番組放送後にご来店されたことのある方と出会うことができました。なのでその方から今回ね、番組当時の実際に行った時のその情報を皆様にお届けしてもらいたいと思います。ではその番組視聴者でありながら今現在は私の YouTube のユーザーでもあります、こちらの方に登場していただきます。喫茶トリームのご来店経験者です。どうぞ。はい、どうもどうも。はい、実際に喫茶のトリームには行かれたということですね。あ、はい、はい、当時確か放送を見た後に、あと2回ほど行かれました。あ、2回ほど。当時？はい。2回ほどトリームに行った。2回ほど行かれました。ああ、そうでしたか。はい。じゃあ実際にそのトリームの行かれたところのその場所に今から行きます。はい、私が実はね、3年前に行った2019年っていうのは、あれ一回なんかトリームって移転されました？あ、そうそう、移転されましたね。移転先の方しか行かれてなかったんで、番組で放送した当時の場所にちょっと行きます。あ、はい、はい、もしかしたらね、そっちの方で聞いてみたりしたらなんか新しい情報とかいろんな情報も得られるかもしれないんで、はい、ちょっと行きます。ではどうかお願いします。よろしくお願いします。さあ今ね、そのトリームに向かっております。3年前の2019年に行った時にはあの移転先の方のトリームだったんですけども、今回は番組で放送した移転前のトリームに向かっております。今なんかこちらの今視聴者の方が言うには、なんかあのトリームのそのあった場所が居酒屋になってるっていう話を聞きました。そうなんですよね。あ、まあそんな感じで、ね、はい。なのでそちらの方に向かって、まあ、その近辺で聞き取りをすればもしかしたら見つかるかもしれないので撮っちゃってみたいと思います。こちらですね。はいはい。めぐる。本当だ。なんかこんなテレビでまさにやったような感じのところだね。確かにこんな感じのところだった、居酒屋さんもなんか休んじゃってる。うわー、のれんボロボロだなこれ。あー、一気だけ気に入られる。前回の2019年3月に訪問した移転先のトリームではなくて、移転前の22年前の2001年にテレビで放送された時にもともとやっていたトリームの場所に今来ました。まあ確かに番組で見た感じ、まあこんな感じの雰囲気で、もうそのままの雰囲気はまだ残っております、建物も。で今回こうしてトリーム
2019年じゃなくて2022年バージョンとして始めたのはなぜかと言いますと、3年前の2019年にはなかった撮影の1年後の2020年の2月に東京日野市の丸むラーメン20周年記念イベントの際に T シャツを買いに来てくださった茨城県の日立市在住の方で、トリームに実際にご来店をされたことのあるという方が今日来てるんですよ。だからその方に当時のことを話してもらいます。まあ、先ほども皆様にお伝えしましたけどね。じゃあもう一回出てきてもらいます。どうぞ、はい、どうもすいません、ありがとうございます。以前そのトリーム行かれたことがあるということで、何回ほど行かれたんですかね。大体2回ぐらい。2回行かれたんですって、はい、こちらの方、まあ、茨城県の、ね、日立市在住の方ということで、トリームからご自宅は近いんですか。いや、大体車で30分ぐらいはかかります。車で30分ぐらい、はい、はい、で、トリームに行かれたのは番組放送からどのぐらいで行ったんですか。大体1ヶ月以内に行った感じですか。1ヶ月以内だったら、はい、じゃあもうすごい混んでたんじゃないですか。いや、でも当時行った時はちょうど1ヶ月、約1ヶ月分ぐらいなので、そこまでは混んではいなかったような。そうですか。普通さ、番組を放送するとだいたいその放送して、まあ、テレビでオンエアされてから1ヶ月とか2ヶ月ぐらいってすごい混むっていうじゃないですか。2、3ヶ月とかは。でもこの、ね、視聴者の、ね、こちらの方が言うには今はそんなに混んでなかった。お客さんは来てました、結構何人かとか。お客さんはでもやあまりお店の中にはお客さんいなくて、お持ち帰りの人がやっぱり多かったかなっていう印象がありました。じゃあ結構外には並んでた感じで。あ、でも並んでもいなかったような。じゃあちょいちょい、はい、並んでもいないような感じで、ちょいちょい中の自分がお店で食べてたらちょいちょい買いに来てお持ち帰りで帰っていく。そうですね。大体お店の滞在時間はどのぐらいですか。1時間ぐらい。いや、そこまでいなかった。30分ぐらい。あのその2回ともお持ち帰りで、30分ぐらいの間に大体 何人ぐらいしますか。大体5人とか10人とか。2、3人だったかな。そんなに。なんか番組出演店としてはちょっと寂しいね。あまり反響がなかったんですかね。で、実際食べたのはあの番組すぐ見のクレープを食べた、はい、美味しかったですか。あ、味は美味しかった。味はもう良かったです。ああ、良かったです、はい。で、その当時番組で修行されたね、飯田真由美さんって言いましたよね、女性の方。はい、あの方とはお話はされました。いや、もうちょっとその当時はあんまり番組のこと聞くのはタブーかなっていうのがあったので、お話しないでそのまま勝手に出てくるって形で、最後に一言頑張ってくださいと言って。店を出たっていう形でした。頑張ってくださいって言うんですね。番組を見ましたよ、そう、頑張ってくださいって言ったら相手なんて言いました。まあ、ありがとうございますと笑顔で返してくれました。そうです。愛想は良かったですか。そうですね。例えばお客さん、結構そのご来店されてたお客さんいたわけじゃないですか、お持ち帰りで、はい、そのお客さんとはなんか一言二言喋ってるような感じはありました。番組見たよとかって言っていたような。いや、それはなかったかなっていう印象でした。お店の雰囲気的にはどんな感じでした。なんかその要するになんかお店にミノモンタさんの写真とかサインが飾っちゃったとか。あ、それはありましたね。入ってどこら辺にありました。ちょっともう20年も経っちゃってるんで覚えてないかなって。私もね、その3年前の2019年の3月に茨城に来たんですよ。その時に、まあ、その土浦からその、まあ、水戸までその肝と、タコサク、味噌泉、桜井で、このトリームって来たんですよ。移転先の方の。で、そっちの方のトリームでも、もう全然もう、消息がつかめなくて、で、最後にトリームがあった場所の、その移転先あった場所の、すぐその、ちょっと脇道入ってった住宅地の、なんか、お人形屋さんが知ってる、なんか、ところが一軒だけあって、で、それ以外何にもつかめなかったんですよ。だからちょっと残念だったけど、今回はね、こうして視聴者の方、まあ、実際ご来店経験のある方に
行ってもらいました。来てもらいました。そうでしたか。で、移転先の方には行かれたことはありますか。行かれてはいないです。じゃあ移転された時には移転先の場所を知らなかった感じですか。そうですね。後からテレビをその再放送を見て知ったっていう形なので。いや、再放送、再放送っていうか、抜き打ちチェックですよね。抜き打ちチェックですね。いやでもその抜き打ちチェックなんですけれども、何でしたっけ、あれは2001年に最初の本編が配信されたじゃないですか、はい、あのテレビで放送されて、で2002年の最終回の9月にその最終回でここ抜き打ちチェック入ったんですよ、はい、でその時はまだ移転されてなかったんですよ、はい、でその後なんかまたなんか再放送あったんですか、2000何年かに。私はその回は見てなかったんですけど、はい、再放送があって、その抜き打ちチェックをまた鳥海さんの方をやった時に、水戸の、ちょっと十号沿いに移転したという話をと知り合いから聞いて、ええ、その知り合いの方もその結構見てる方だったので、ええ、でその方から聞いて、でそこから、ね、テレビ局に聞いた。テレビ局に聞いたのは放送して間もなく、ちょっと場所がはっきり分からなかったので、ええ、はい、場所はどこなんでしょうっていう、僕と思うとテレビ東京さんの方に出ましたら、番組終わってんのにテレビ東京さん教えてくれたわけだ。教えてくれたの、多分そうです。へー、すごいですね。これも初めての情報ですね。あ、じゃあ番組2002年の9月で終わってからもトリームが移転しました。で、その後何かのスペシャルかなんか、お正月スペシャルか何かのスペシャルでトリームが放送されたとっていうことですよね。かなと思う、うん、で、その時には移転された。で、移転された時にあなたが移転先をわからないからテレビ東京さんに電話したわけですか。あ、それに関しては電話は入れてないです。移転先に関しては入れてなくて、その1回目の放送の時ですね。あ、1回目の放送の時に場所が分かんないからテレビ東京さんに電話をしたと。そう。で、電話をした時に場所はどこか分かんないから教えてほしいって言ったら住所を教えてくれてこちらだったと。そう。あ、それで来たんですね。そう。ちょっとごめんなさい、私の勘違いでした。で、その移転先の方は行ったことがないと。はい。行った知り合いとかお知り合いの方とか友人の方とかいないですか。いないですね。いないです。はい。そうでしたか。じゃあ移転先の方はちょっと分かんないと。私は逆に移転先に行って全然分かんなかったんで、分かりました、はい、ではそのトリームさんの、まあ、今回のまとめとしては、まあ、放送して1ヶ月後に1回行ったと、はい、で美味しかったと、はい、で、まあ、お店は閑古鳥が鳴いてて暇で、そんななんか番組を放送したような感じのような雰囲気ではなかったと、お店の状況はね、はい、でもお店で30分ぐらいちょっとそのクレープを食べたら、お持ち帰りで来たお客さんがいたということですよね。結構いたと。でもそんなに繁盛してたとか外まで並んでたとかではないということだったんですよね。で最後に頑張ってくださいって、で最後にその番組見ていきました、頑張ってくださいって言ったらありがとうございますと言われて、それが1回目だったんですね、はい、で2回も行ったんですよね。2回目はその放送してどのぐらいだったんですか。放送して2、3ヶ月経ってたかなっていう感じですか。正直1ヶ月目と2ヶ月目って、あ、その2、3ヶ月目って忙しさとか状況はあんま変わらなかったんですか。それともその2、3ヶ月目に行った時はもっと暇になってたんですか。確かに2回目の時はお客さんがほぼいなくて、うん、自分とその知り合いと2人で行った、来店した時に少しいきなりお客さん来たって感じで慌てて出てきたっていうのはあったかなと。慌ててクレープを作ったっていう感じは。あ、でも味は変わってはいなかった。いなかった、はい、ああ、なるほど。で、その時に何時頃でした、ちなみに。うん、夕方か。ああ、夕方か。なんか抜き打ちチェックでやるさんがお昼だったら、お昼にちょうど抜き打ちチェック帰った時はたまたまお昼の時間だから今は暇ですよって言って、で夕方からなんか結構地元の女子高生とかがバーって行った感じだったんですよ。でそれだけじゃ良くないからっていうんで、もう一回東京の原宿に行って、じゃあこういうのありますよ、こういうメニューありますよって達人から新たなメニューを取得してもう一回戻って始めてたんですよ。あー、じゃあ夕方で結構なんかその女子高生とかそういうのも来てるような感じだったけど、テレビでは夕方行った時にはそんな感じだったと。もう行ったのが休日だったので、うん、もしかしたらその女子高生とかもやっぱり学校帰りに帰る
買いに来るっていうここのお店に寄ったり買いに来るみたいな感じかなって。平日はどうだかわからなかったんです。ああ、じゃあ2回とも来たのが休日だった。休日です。でも夕方だったの。夕方がお、まあ、3時からだいたい次の頃ですね。わかりました。じゃあすいません、ちょっと今回は長々お付き合いいただき本当にありがとうございました。いや嬉しいです。本当にこのトリームのね情報の中でちょっとなかなかいい情報を仕入れられなくて困っていた時にこうやって助っ人が来てくれたので本当にありがたいです。視聴者の皆さん、私はこの後トリームさんのその店主が今どうしてるかなどちょっと近隣住民の方とかからいろいろちょっとこの辺でもね聞こうと思っているので、もしねその情報をお届けできたらって思ってちょっと聞いていきます。あ、すみません、あのちょっとちょっと聞きたいんですけど、私三本と申しまして、なんかすぐ後ろに昔トリームっていう喫茶店ありましたよね。はい。で、私ちょっと東京から来て今日ちょっと食べに来たんですけどなくて、はい、今そのトリームのあの店主さんたちって今何してるか分かんないですかね。分かんないです。私あのテレビ見たものなんですよ、中学生の頃だったんで。あ、なんかね、あのクレープ、そう、あのミノモンタさんの愛の貧乏でやった、もうね、それこそ10年以上前にもやめちゃいましたね。ああ、そうですか。え、やっぱやってたぐらいよく食べに行きました。あんまり行かないかったけど。美味しかったですか、食べた時。テレビやった感じで、うん、あ、で結構あのなんか近所の人の評判とかいろいろ聞きたいんですけどどうでした？いや、ちょっと行ったことないので。あ、そう、であの今あの店主さんたちが今どうしてるかとか分かんないですよね。分からないです。ああ、そうですか、分かりました。失礼します。あ、こんにちは。あの、私は東京から来て三本と申しまして、昔すぐそこの電気屋さんの裏にトリームっていうクレープ屋さんありました。なんかミノモンタさんの愛の貧乏でやったテレビやったトリームトリームっていう喫茶店、聞いたことあります？あんまり忘れちゃうけど、もう閉じて。あのね、10年か20年ぐらい前、うん、あったんですけど、そこ今来たんじゃなくて、はい、昔テレビやったのがあったらしいんですよ。それ知ってるかなと思って、ここ、それに住んで古いですか？はい。住んで古いですか？古いです。あ、古いです。20年ぐらい住んでますもん。うん、あ、じゃあ知ってると思いますね、地元の人だから。トリームって聞いたことないですか？トリーム。トリーム？クレープ屋さん。昔そのミノモンタさん司会の愛の貧乏脱出大作戦っていう番組でテレビやったんですよ。あ、そうですか。家族の方で知ってる方いないですかね、他。わかんない。お父さんもわかんないね。いや、わかると思いますよ、多分。ちょっと聞いてみてください。お父さん、ちょっと。それが、わかんないよ、お父さんだった。昔、その電気屋さんのすぐ裏で、ミノモンタさんの愛の貧乏脱出大作戦でテレビやったトリームっていうクレープ屋さんありました、喫茶店の。わかんないね、クレープ、まあ喫茶店だったんですけど、だからそのテレビではクレープの修行をしたんですよ、ミノモンタさんの。ミノモンタって知ってますよね？知ってるんですね。そう、あの人が、あの人の司会の番組でそのテレビやったんですよ。ああ、全然わかんなかった。わかんないですか？うん。ああ、じゃあわかんないですね。うん。わかりました。はい、いやー、そうで、地元の人がちょっと分かんないってなったらちょっとあれなんですけども、はい、地元で生まれたね、本当に忘れちゃったのかもしんないよ、もう全然分かんない。あの、今めぐみっていう居酒屋になってるじゃないですか。居酒屋さんがあったことさえ知らなかった。いや、今あれだろ。いや、ありましたね、めぐみって書いてあるね。あれだね、マスクどういうの？あるの下に、うん、まあ、飲み屋さんだかなんか、ラーメン屋さんかなんか。あ、昔な、うん、うんうん、そこが昔トリームっていうクレープ屋さんだったんですよ。うん、まあ、いや、わかりました。知らないですよね。わかりました。じゃあいいです。すいません、帰ってすいません。すいません、じゃあちょっとあのちょっと聞きたいんですけど、昔そこにトリームっていう喫茶店ありました？あのほら、昔さ、ミノモンタさんの愛の貧乏脱出大作戦っていう番組でテレビでやった、トリームって知らないです？わかんないです？わかんないですね。地元の人は知ってるかなと思ったんですけど、私ももう100歳でわかんない、何も。あ、もう記憶にない、うん、
100近い、100歳近い、わかりました、はい、すいません。さあ、視聴者の皆さん、今残念ですが聞いたけど、やっぱ近隣住民の方もやっぱりもうさすがに20年前のことでしたし、まあ決してねここに住んでいた方ではなかったみたいなので、もうやっぱりね知ってる方がいませんでした。特にね聞いた人の中ではもう100歳近くてもう20年前のことなんて覚えてないと、もう100歳近いね、まあ、高齢の女性の方だったっていうのもあってね、もう分かる、もうやっぱ分かる人がね残念ながらいませんでした。なので、まあ、今回はそのね番組視聴者で私の YouTube のユーザーで、そんでそのトリームに来店経験のある方にも今回は登場してもらい、お届けしてもらいましたけれども、でもそれでもちょっといつものように視聴者の方に情報提供をお願いします。あれからトリームのね当時の他にも来店経験者がいたら、まああのクレープの味の問題とか、お店の雰囲気、お店の状況、あとその店主の、まあ、愛想とかね性格とか、まあその他、あとはその店主の、まあ、友人知人ご家族身内、2022年の現在を知っている方いましたらぜひ教えてください。まあ、こんな内容ではありますがね、ちょっと視聴者の方にここは一つご協力の方お願いしたいなと思います。もしかしたらあなたの近くにいるかもしれません。もしその貴重な情報が分かったら、その分かり次第また東京からこうして撮影にやってきます。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただいた方はチャンネル登録、グッド評価、書いてコメント、そして世界中に拡散の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。そして次回は私は東京から来た三本と申しまして、なんかすぐ隣が昔なんか何でしたっけ、川又精肉店だったってことですか。あ、そうですね。ああ、私東京から来て昔なんか美濃もんたさんの愛の貧乏な取材作戦テレビでやりましたよね、はい、そう、私あれをテレビで中学生の時に見てて、うん、その時期の来たらもうなくて、あ、そうだったんですか。なのでもうやってないですね、やめちゃいましたよ。でもあのそんなにあれでよく泥棒に入られてた。え、結局は店を開けたまま裏に行っちゃったりしてて、うん、割と泥棒Please subscribe to our channel. 채널 등록 부탁드립니다. 请订阅频道.